大島智之城明治15年8月9日は、日本の江戸時代後期から、明治時代の津島藩士外交官。明治維新直後の日朝交渉に参画した。忌見川はじめ朝新、後に、総重政より変化を賜って政ともと改めた。郷和に水、変名は、中村新造り。津島藩城市で、軽六百二十国の大島藩の子として生まれる。 しかし、父、藩が建籍を受けて中止に、格下げとなり、家計は困窮した。高下元年に出資し、安政元年に長崎に派遣され、李氏朝鮮からの漂流民について処理した。この年、上司となり、下六百2 0国に戻った。安政2年から3年間、九州に派遣されて、大砲鋳造に当たった。安政6年、 尊老上異論を唱えて秩序させられる。文久2年、藩主軽視問題において、同志40人と共に、江戸に赴き、砂漠派の江戸からを指すいよりを打ち、時代藩主として、総予し達を擁立した。翌文久3年には、大阪ルス教約国事終戦係を務めた。幕末期の津島藩は、財政難に苦しんでおり、大島は、援助を求めて奔走していた。 その中で、文久三年五月、老中、板倉勝清の顧問であった、山田報告と会見する。この時、中国大陸進出を唱えていた山田に、規範コントぼしこのごとし、何ぞ、朝鮮医薬の罪を鳴らして、これを征服する策に出ざるかと説かれ、これに感化された大島は、聖寛論を唱えることとなった。そして、源氏元年には、 朝鮮進出の憲白書を提出している。この、大島の感化を受けたのが友人である、桂小五郎であり、後に、桂が新政府の高官となるに至って、大島の論は政局に重大な影響を与えることとなる。慶応2年に、津島に戻り、大観察、河洋人などの養殖につく。慶応3年10月14日、大政奉還。これより先、 江戸幕府は朝鮮とイギリスフランス間の紛争を調停するための施設派遣を決定していた。10月25日、京都留守居の任にあった大島は、徳川義信から予定通り施設を派遣させるべきという上申を託され、その旨を大木町三条三連なるに伝えた。慶応4年うる4月6日、津島藩主、総義達は政府に上申書を提出。 津島藩と朝鮮との関係を説明した上で、日朝関係の刷新と津島藩救済を訴えた。これに伴い大島は、外国官藩時、小松清連らと会見、外交刷新について協議するとともに、津島藩への援助を求めた。この際の要望は却下されたが、後に大島が再度請願し、その要望の一部である大乗観察の貸し付けが認められた。なお、 この時の大島はすでに政官論者ではなく、交渉による外交関係の樹立を主張するようになっている。明治2年2月上旬、津島繁殖制改革により賛成に転じていた大島は、朝鮮事情視察のため、総領和館に派遣された。ここで、処刑問題により、膠着状態に陥っていた日朝交渉に参画することとなる。大島は、 朝鮮側の安藤林と会見し、日本の国書を受理するよう求めたが、安藤林は、ガとして受理を拒否した。3月11日、大島は和寛を去って、津島に戻った。5月13日、日朝交渉の低頓にしびれを切らした政府は、津島藩に対し、対朝鮮交渉権の接収を示唆した。これが実行されれば、すなわち、 津島藩による日朝関係の刷新は失敗に終わったことになり、それを理由に財政救済を拒否される恐れがあった。そこで大島は今日までの交渉の経過を説明し、交渉停頓の攻めは津島藩ではなく朝鮮の側にあることを強調し、かつ朝鮮の正常は外国管理は想像しがたい複雑なもので、津島藩を経由しなければ条約締結の見込みはない。 とする上申書を提出した。その後まもなく反席奉還、並びに外務省の設置が行われ、津島藩はさらに交渉権接収の危機に立たされたが、抗議の結果、今後も日朝交渉は津島藩に委ねられることとなった。明治3年5月、大島は同藩の通じ浦瀬博史に対し、党体論を内示する。これは処刑問題に関し、一旦は、 朝鮮側の主張を認め、旧来の大式の処刑で国交調整の目的を達してからまた協議すればよいというものであった。裏瀬はこれに従って交渉を行い、朝鮮側の安藤林から好意的な感触をつかむに至る。しかし、同時期、ヘルタ号事件が発生。交渉はまたも暗礁に乗り上げてしまった。明治4年7月14日、廃藩置県が布告され、 一半時、そう政の家役も罷免されることとなる。これに不満を抱いた大島は7月23日、外務省の広津博信と懇談した。広津は重政を外務大進に任じて、朝鮮に派遣することを提案。大島もこれに同意した。そして、重政が外務大進に、大島が外務省巡送人出資に任じられ、朝鮮派遣を命じられた。 しかし実際に、大島らが朝鮮に派遣されることはなかった。外務協の相次ぐ交代により、朝鮮問題は放置され、そしてようやく帰り見られた時には、総主派遣に対する反対意見が出て、派遣は中止させられるに至ったのである。茂政の代理として、旧伊豆原藩の相柄正樹が派遣された一方、12月28日、大島は外務省の職を免じられた。 明治5年、津島に帰って知事し、家督をこの国太郎に譲った。明治9年より九州を準遊し、明治10年に大阪に赴いた際に西南戦争のことを耳にし、木戸高義の元を訪れて知事について論じた。明治15年、長崎において病死。大正4年、正五位を追贈された。映画監督の大島渚さは早々にあたる。AB。B 西南紀伝、下五1598ページ ABCD、西南紀伝、下五1599ページドイツの軍艦、ヘルタが不残に無断入港した事件。このヘルタに和漢在金通事として、朝鮮側に知られる中野巨太郎が同乗していたことが、朝鮮側に、楊大山通房の疑念を抱かせた。西南紀伝、下巻1600ページ田尻左辺。 増衣所見伝蔵保番上特使増衣年表 P36 ありがとうございます。